青葉区の市道で乗用車を運転中に原付バイクに衝突し男性に怪我をさせたまま逃走したとして25歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは若林区若林の会社員久慈雄太容疑者です。久慈容疑者は今月2日青葉区中央の市道を乗用車で走行中に原付バイクに衝突し運転手の男性に頸椎損傷などの大怪我をさせそのまま逃走した疑いが持たれています。警察は目撃証言や周囲の防犯カメラの解析で久慈容疑者を特定しました。調べに対して久慈容疑者は間違いないと容疑を認めていて警察は詳しい動機を調べています。